韓国サムスンライオンズの落合 A22 軍監督が今季144試合をフル開催するのは無理だろうとの考えを示した。落合氏は29日、名古屋水 b 水ラジオのドラ魂ワイドに電話出演し、韓国から現在の状況について報告した。この中で落合氏は、 韓国プロ野球が今季144試合を開催する意向を示していることについて、現場を預かる監督たちはちょっと無理じゃないかと、とし、一番盛り上がるのはプレイオフ。そこを省略するのであれば、シーズンを省略してプレイオフをフルでやればいいと思うと自身の考えを述べた。